どうもヌヌです。新三国無双セブンエンパイアーズ続きを遊んでいきたいと思います。なんか無謀にも襲撃を食らっているので防衛に行きたいと思います。結構兵力敵多いですね。こちらも結構兵力を導入しての戦闘になるんですが、結構敵が多そうな感じです。これは厳しすぎる。でも負けるつもりはない。厳しいのかな。とりあえず守り固めときましょうか。承知しました。これはどう。痛いな。一人で燃え上がってそれか。俺が頭を冷やしてやるよ。行くよ。終わりだね。こっちの砦の中に武将が入り込んでますね。これはいけないですね。あ、孫作さんじゃないですか。孫兄さんじゃないですか。孫兄さん、あら、制圧しちゃった。戦闘継続し本陣の制圧を目指しますか。はい。取られてますね。後先考えず突っ込んできよったが、これは返さんぞ。
確かにこれはちょっと敵数というか武将が多い感じですね。こちらが火傷するからな。まあ、こちらも落としておきましょう。鬱陶しいな。この地は我らが制圧したぞ。なんかすごい重い。来たな。さあ、俺と勝負しようぜ。訓練する。鬱陶しいな。敵将、撃ち取ったよ。お、ゲットウェポン。すごいなんか重い。ここは引かせてもらうぜ。なんか水系が起きてから処理がすごい重くなりましたね。これはゲームの仕様なんでしょうか、自分の録画環境なんでしょうかね。こちら。しかし処理が重いですね。これ壊せるかな。鬱陶しいな。すまんが俺は引かせてもらうぞ。敵将撃ち取ったよ。そりゃ冷める戦ぶり見事。よし。おお、目
北側半分は全部制圧ですね。よし、次は南側ですね。南側やっていきたいと思います。あそこに孫権がいるのか、それはやばいな。そうかな。ずいぶんと血気盛んだな。向こう見ずに我らの陣へと突き進むとは。南側制圧しに行きましょう。なんかすごい処理が重いんだよな。なんでだろう。お父さん再出撃ですね。ここは崩れてて入れないのかな。どっから入るんだろう。なるほど、こっちから入れたんですね。よし、まとめて落ちろ。拠点制圧やったよ。なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。これはどう。
邪魔なものは壊しておきましょう。よいしょ。落ちまーす。はい、というわけで本陣を制圧しました。途中でお父さん財布再出撃で出てたんですけど、どこに出てたんですかね。お、やった。なんか能力のついてる武器が2つ。およやった。孫作お引き受けしましょう。孫権やった。孫家の息子さんたちを2人もゲットできることができましたよ。6月、収入が今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価とアドバイスをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。